ジム・サン・ボーンはアメリカ合衆国の彫刻家。バージニア州ラングレーにある中央情報局本部に置かれている作品、クリプトスを制作したことでよく知られている。ワシントン DC 出身。父親はアメリカ議会図書館の展示責任者。母親はコンサートピアニストで写真の研究家である。彼はバージニア州のアレクサンドリアとアーリントンで育ち、 フェアファックスの J.E.B. スチュアートハイスクール、ランドルフ、メーコンカレッジに通って、1968年に、古生物学、ファインアート、社会人類学の学位を受けた。その後1971年にプラットインスティチュートで、彫刻の修士号を得た。彼は、メリーランド州、ロックウェルのモンゴメリーカレッジで教鞭を取り、その後9年間は、クレーンエコーパークで、 在住芸術家として働いた。三本の作品は、ハイ美術館、ロサンゼルスカウンティ美術館、コーコラン美術ギャラリー、ハーシュホーン博物館と彫刻の庭等に展示されている。また、マサチューセッツ工科大学、中央情報局、海洋大気庁のためにも作品を制作している。彼の作品のテーマは、見えないものを見せるで、多くの作品で、磁力、コリオリ力、 隠されたメッセージ、原子核反応の謎等に焦点が当てられている。ラングレーの CIA 本部にあるクリプトスクリプトスはサンボーンにとって初めての暗号を用いた作品である。1990年11月3日からバージニア州ラングレーにある中央情報局本部に置かれている。この彫刻は表面に印刷された2000文字のアルファベットを 解読しようとする人に対して謎を与え続けている。クリプトスが設置されて以来4部のうち3部までが解読されたが残りの97文字を解読できた者はいない。彼はまた完全に解読される前に彼自身が死んだ場合、回答を検証するためにある種の歴史的な記録が後に残されると述べている。3本はインアトミックタイム ピュアサイエンススカルプチャーという著書を表している。この本には、マンハッタイ計画から着想を得た、アトミックタイム、ピュアサイエンスセダクションという作品の詳細な写真が含まれている。ありがとうございます。